改めまして、改めまして皆様こんにちは。たくさんお越しくださいましてありがとうございます。司会進行させていただきます、キムキドリです。どうぞ最後までよろしくお願いします。まずはこの中から始めたいと思います。開会の挨拶として作家の落合恵子さんです。皆さんこんにちは。今日は30度だそうです。暑いですよね。その30度の暑さに負けないくらいの熱い怒りを抱いて、再び私たちはここに集まります。お互いに確認し合いましょう。それから自分ともう一度約束をしましょう。今朝の報道に、現内閣は、まもなく解散をし、10月の22日頃に衆議院の総選挙をするのではないか、多分決まったと思います。ここまで私たちを見くびってるんですよ。どうせ私たちは忘れたと思っているんだと思いますが、私たちは忘れませんね。ここでしっかり答えを出していこうではありませんか。再び支持率がアップしたので、今なら勝てるだろうとあの人たちは思っているのです。その思惑を大きく大きく私たちが外していきましょう。これほどやりたい放題の内閣が今まであったでしょうか。これほど傲慢な人々が私たちの国のトップに立ったことはあったでしょうか。民意を欺いたあの閉会中審査の時に、記憶にありません、記憶にありませんと言い続けた官僚もまた人間として罪人だと私は思っています。ことあるごとに国民の安全命を大事にしますと言葉だけで上滑りなことを重ねて、でも考えてください。彼らのうちの誰が私たちの命や安全を守るというのでしょうか。常に火を灯すようにしてようやく手にしたふるさと福島の家を今もって離れざるを得ない人々がたくさんおられます。原告訴訟団にやっておられる方々の集まりに顔を出させていただくと、皆さんとても正直疲労されています。落胆をされています。このまま彼らや彼女の人生が終わるなんて私たちは許すことができないのだと、もう一度これもお互いの確認をしていきましょう。海洋汚染水故障事故の収束なんて何一つ見てないではありませんか。そして私たちは忘れてはなりません。もう旧聞に属することですが、旧聞にはしない。オリンピックのあの国際会議で放射能をアンダーコントロールと言ったのは一体誰なのか。9月11日、経産省前のあのテントは撤去されましたが、私たち反原発のホームランドの一つであるあの経産省前で集まりが行われました。もうすでにご存知だと思いますが、経産省のあの敷地の外をぐるっと一周するところのウォーキングでお一人の方が逮捕されました。都庁令に反するウォーキングがなんで逮捕の対象になるのか、これは一つの私たちへの脅迫なのだとしっかり見つめていきましょう。幸いなことに逮捕された彼はお元気です。早く出てくるって言ってます。ビールの大好きな人なので、出てきたらビール瓶でバーッとやって頭からビールかけようって私たちはみんなと約束していますが、しっかり見ていきましょう。これはもしかしたら初めの一歩かもしれません。いえ、その前に沖縄で山城さんが5ヶ月
来年度の防衛費予算概要は過去最大になりました。5兆3000億円でしたっけ。そしてその上、私たちの税金を使ってイージス・アショアですね、地面の上で迎撃する、はい、あれをまた買って一機なんと800億だって。許可取れよ私たちにと思いませんか。次々に戦争できるものばっかりをバイアメリカン、アメリカ製のものを買ってるんですね。そしてただただアメリカの顔色だけを見ている政治に、そろそろ私たちは終わりをしなければ、終わりをつけなければなりません。もう一つの最後、都議会議員のこの間の選挙の時の最終日、秋葉原で安倍ノート出した人たちに、こんな人たちに負けるわけにはいかないと叫んだあの人たちに、私たちは叫び返しましょう。あんな人たちに負けるわけにはいかないのです。ありがとうございます。いつもいつも落合さんの時にはしびれます。落合さんもう一度拍手を。ちょうど1週間前、9月11日、警察署前で、私、司会していました。すべてが終わって、大きに出たところで、その逮捕されたんですね。そしてまた地元に亡くなる残らなければ
子供たち、そして家族たち、地域の人たち、あるいは職場の人たちと幸せな暮らしを追求できるはずだった人たちであります。前に日本国憲法は福島県境で立ち止まると申し上げました。しかしどうでしょう、今日本全国で憲法を蹂躙してはばからない、そういうことが日常茶飯事に行われているんじゃありませんか。だから私たち今日はさよなら原発、さよなら戦争ということで、こうやって雨にも負けず、風にも負けず、台風にも負けず、こうやってこの暑さにも負けず、ここに集ったわけであります。思い起こしてください。いまだに福島原発事故の責任を取った人は東京電力にもいない、あるいは原子力保安委員、旧原子力保安委員にもいない、経済産業省にもいない、内閣にもいない、自民党にもいない、誰一人としてこの福島原発事故の責任を取った人がいないんであります。法治国家でこのようなことが許されるはずはありません。ですから私たちは2012年の6月、3月、福島原発告訴団を立ち上げて、今日の武藤団長ここに並んでおりますけれども、ここの多くの皆様、そしてまた全国の皆様が14,004名の人たちが福島地方検察庁に告訴告発をした。この場合は東電ばかりではなくて、経産省原子力安全委員会も、そしてまた100ミリまで安全だと言った人まで告訴告発したんですけれども、残念ながら福島地検が東京地検に移送されて、この告訴告発は不起訴になってしまいました。しかしながら東京都民から選ばれた11人の検察審査会の皆さんが誠に懸命な判断をしてくださって、ついに強制起訴になったんです。本当に被害者、被災者が声を上げて、全国の皆さんがこのままで終わらせないと、諦めないということで戦った末に、ようやく勝ち取られたのが今回の東電の勝俣会長、武藤武宏副社長、この3人の起訴であります。これは日本国民の力で勝ち取った起訴であります。ようやく起訴されてから2年経ちまして、ようやくこの6月30日から裁判が始まりました。第1回公判が始まりました。そこで3人は無罪を主張しましたが、この裁判、多くの証拠が開示されました。第1回公判で東京電力は 15.7メートル の最高津波高を2008年にすでにきちんとシミュレーションをして、その数字を出して、そのためにはご案内の第一原発の東側全面に10メートルの高さのところに10メートルの防潮堤を作るということが具体的な方針として決まりつつあった、決まっていた。それを勝俣以下、武藤武宏副社長らがひっくり返して、その防潮堤見学をひっくり返してやらなかったために、あの3月
皆さんね、マインドコントロールされてます。印象操作ってやつですね、今流行りの。津波は予測できなかったんだから、これは罪には問えないんだというマインドコントロールに国民がかかっています。そうではなくて、東京電力があの津波の3年前に津波高を予測して、その対策を立てていた、それを途中でひっくり返してやらなかった、そのためにあの水素の爆発まで至る過酷事故が起きてしまったということなんです。予測もできたし、結果を回避することができたということは、刑事罰にきちんと問えるということなんです。皆さん、今第2回後半というのはまだ決まっておりません。しかしこの秋以降、第2回後半が開かれ、来年1年おそらく後半庭が東京地裁で開かれます。ぜひともこの三悪人をきちんと有罪に勝ち取るまで、厳正な裁判、公正な裁判を勝ち取るまで、皆さんどうぞこの福島原発刑事裁判に注目をしていただきたいと思います。あと忘れてならないことはですね、先ほども私チラシ配ってましたら、あの元円錐菌の仲間でいろいろ指導層にいらっしゃった方からリーフレットを見て、福島原発は事故はまだ終わってないということをきちんと書いてくれということを言われました。その通りなんです。私どものチラシにはいまだにあの3月11日の7時2分に当時の関東理によって出された原子力緊急事態宣言、これが解除されてないということは、いまだに原発事故は続いているということです。原発事故は続いているんです。いや、実は昨日も心配だったわけでございます。台風で汚染水がどんだけ漏れたんだろうということが心配だったんです。今終わりの宣言が出されましたので、中途半端ではございますが、私たちは未だに続いているこの原発事故を本当に自己収束させて廃炉にできるのかできないのか、ちょっと難しいと思いますけれども、やはり多くの被爆労働者の方が本当に被爆しながら頑張っている、そういう中でこの私たちの刑事訴訟もあるということ、これから全国にお邪魔しまして、この公判の中身を国民の皆様に伝えていきたいと思いますので、皆様のご当地にお邪魔したときには、いろいろな皆様を誘っていただいて、この原発訴訟に一つ刑事裁判に注目していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。原発はいらない、そして戦争もいらない、差別もいらない、この思いで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、原発の賠償関西訴訟原告団代表でいらっしゃいます森松亜希子さんにお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。全国からお集まりの平和を愛する皆さん、こんにちは。福島県から大阪に2人の子供を連れて避難を続けています、森松亜希子と申します。6年半前、私の子供は0歳と3歳、そして 3.11 原子力発電所の事故を福島県で被災しました。多くのここにお集まりの皆さんが、この6年半の間、全国に散らばる福島原発事故の被害者の人たちを受け入れ、手を広げて、そして支え、
各地で起こる原子力発電所の存在、再稼働についても声を上げてくださいました。皆さん、今この国は平和ですか？平和であると世界に胸を張って言えますか？2人の子供を連れて福島から大阪に6年半避難をし続けている私は、この6年半の間、平和のうちに生きていると実感したことは一度もありません。平和のうちに生きる権利も、この国が世界に誇る日本国憲法、平和憲法の一番最初の前文に書いてあります。全世界の国民は恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有すると全文で高らかに歌い、13条で個人の尊厳を尊重することを最高法規にしながら、生存権、生きる権利を憲法上保障していますが、福島事故を経験して、この国は6年半の間、本当に平和のうちに生存する権利を最優先に、人の命や健康を最も大切にする社会という方向に舵を切って進めていけているでしょうか？私はそうは思いません。私は2人の子供を福島から避難をさせて、大阪に避難をさせて、放射線被曝の恐怖からは一時的に避難をさせることができています。でも私はたまたま6年半前に福島で被災をして、私の子供だけが遥か遠く離れた大阪で被曝を免れたらそれでいいとは思えないのです。福島の子供も、避難できた子供も、それから今この東京にいる日本全国に、いえもっと広く地球規模で考えれば、世界で次の世代を担うのは次の世代、子供たちなんです。子供たちの命と健康を一番に考えるような、そういう方向に原子力発電所の事故を経験しているのに舵を切れてないことを証明し続けている6年半でもあったと言えるのではないでしょうか。平和のうちに生存する権利は、何度も申し上げますが、憲法で保障された基本的人権なのです。人の命よりも、命と健康よりも最優先で大切にされなければいけない価値は他にないのです。基本的人権を尊重して、生きてこそ、健康で生きてこそ、次の子供に、次の世代にバトンを渡してこそ、そういうふうな方向に社会を進めていくことが、私たち3115を生きる大人の責任だと私は思います。皆さん、平和のうちに生存する権利、平和のうちに生きる権利ということを、今この場でこんなにたくさんの人たちが原子力災害を通じても思いを寄せることで一致表現できるのです。今日は福島の中からも、そして全国に散らばっている避難者たちも、被災者たちも、多くの会場にもいてくださって、でも何に一番励まされるかというと、この会場で佐藤さん、そして福島から避難をしている私に、福島原発事故の被害の実相を少しでも一緒に共有してくださろうという熱い皆さんのこの眼差しと思いが、一番被災地の人たちに励ましとなり、そして前を向いて歩ける、本当の意味での復興の希望になるのです。復興のためにとか、原発止めたら経済がとか、そういうまやかしに騙されてはいけないと思うのです。原子力発電所がひとたび事故を起こしたら、ばらまかれるものは放射能なんです。紛れもなく放射性物質が空気中、土壌を汚染し、そして海洋を汚します。全世界の皆さんに対して、日本は汚染物質を撒き散らしていることをまずは謝罪するべきです。その上で、多くの心を寄せてくださる世界の知見を集めて、子どもたちの未来や健
平和とは日常の平穏な暮らしそのもの、日々の日常そのものだということを福島原子力発電所の原発事故を通して身をもって体感しました。それは72年前先の戦争で戦争を経験された方もこの会場にはたくさんいらっしゃると思います。逃げることが許されない、逃げずに火を消せ、お国のために全体主義的な思想に覆われて、そして思考停止を全国民に敷いて、そして判断能力を一切封じて、言論も封じて、そして突き進んだのが先の太平洋戦争でした。そのことを私たちは学ぶべきだし、私たちは学んでいます。もう一つ言うならば、原子力発電所が事故を起こして爆発をしてばらまくものは放射能。72年前終戦を迎えるにあたって、最後に広島と長崎で落とされた原子力爆弾、爆弾で落とされてばらまかれたものも放射能なんです。この国は広島、長崎、そして福島を経験しているのに、この国民は黙ってそれでもなお原子力発電所にしがみつくのか、それともそこから手を切って違う方向に進み出すのかは、私たち自身に問われている問題だと非難をしている私自身も思っています。こういう観点から、福島原発事故の被災者はつまりは核被害者と同じなんです。世界に対して恥ずかしくない行動を私も一人の大人として取りたい、そのように思います。皆さんもこの国に生きる人はおそらく本当の意味で平和を愛する人たちだと私は信じています。ですから、どうかご一緒に、そして放射線被曝から免れ健康を享受する権利というのは、人の命と健康に直接関わる権利です。その権利を侵害し続けているのが、今なお一つも収束をしていない東京電力福島第一原子力発電所の原子力惨事です。原子力過酷事故です。そのことを皆さん胸に思いながら、原子力発電所を再稼働していくのか、本当にやめていくのか、そして、この判決も下ります。今週の金曜日です。千葉の判決がおり、10月にはなりわい訴訟という福島でも民事訴訟の判決もおります。そのような形で全国には皆さんの応援を受けながら、原子力発電所を本当にどういう被害なのかというのを一緒に共有しながら、それは平和につながる道なのです。そのことを今日私は皆さんとご一緒に確認をしたくて、これまで6年半長い間福島のことを、そして避難者のことも支えていただいていました。でもそれでは今私たちにできることは、福島原発事故の被災者にできることは、被害の実相を、つまり原子力発電所の平穏な生活、普通の人々、暮らす人々の暮らしを奪う原子力発電所の事故がどういうものであるか、それは明らかに平和を脅かすことを、福島事故が平和と共存できない原子力発電所ということを証明し続けているということを確認させていただきたいと思います。その上でご一緒に、これからも皆さんと共に、私も世界に向けて平和を、そして放射線被曝から免れ健康を享受するという憲法の前文にも書いてある平和に生きる権利というのを一緒に勝ち取っていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。福島の社会にずっと思いを寄せて、放射能に対してきちんと向き合ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。力強いスピーチ、こういうスピーチをこそ NHK が中継してやらせるんですよね。ありがとうございました。もう一方、原子力福祉長生協議会会長でいらっしゃいます徳光清坂さん、お願いいたします。皆さん、お疲れ様です。玄海原発の現状について報告をいたします。今年の1月18日、原子力規制委員会は玄海3号機、4号機について新しい基準に適合したとして、原子炉設置変更を許可いたしました。佐賀県の山口義典県知事は、原発は安全性が確認され、県民が理解したならば再稼働をやむを得ないという立場でした。そのため知事は県民の意見を聞きたいとして、
30人の委員からなる広く意見を聞く委員会を発足をさせました。また同時に県内5カ所で県民説明会を開催をいたしました。県民説明会では国が一方的に専門用語を羅列をし原発の安全性を強調しました。それに対する参加者の質問は1人1回、時間は1分、とても質問できるような状況ではありません。しかもまともな答えが返ってこない、そのような状況でした。また広く意見を聞く委員会も30名の委員のうち漁協や福祉団体など7名が明確に反対、経済団体など10名が賛成、残りの委員は賛否を表明しませんでした。これらのことからするならば、知事が言うように県民が理解したとは決して言えない、そのような現状でした。私たちは賛成派反対派による公開討論会を開催するよう何回も何回も求めましたけれども、県はその必要性はないとして断固として認めませんでした。3月22日に定例の県議会が終わりました。その日に知事はマスコミに対して議会の意見を聞きたい、そのために臨時議会を招集するとして4月11日から3日間臨時議会が開かれました。その知事の意向を受けた自民党などが原発再稼働を容認する決議案を挙げました。私は議会の中で県民が理解をするという心の問題を多数決の決議で図ることは絶対にできないと主張しましたけれども、残念ながら数の力で決議が採択をされました。そして4月24日知事は県議会の決議は重たいとして3号機4号機の再稼働に同意をしたのです。全く県民が理解をしてないということを知っていながら議会の決議だけをよりどころにして再稼働に同意をするという知事の姿勢は絶対に許すことができません。そして6月13日佐賀地方裁判所は市民団体が申し立てをしていた再稼働を認めない仮処分の申請を却下いたしました。福島原発事故から何も学ばず宮殿の言うことを鵜呑みにし、市民の願いを司法が踏みにじる、これも決して許すことができません。現在3号機は使用前検査に入っています。4号機は使用前検査の申請をしています。九州電力は記者会見をし、3号機は来年1月上旬に再稼働、4号機は来年3月に再稼働させたい、そして業務が改善するから株主への配当を増やしたいという方針を明らかにしました。まさに県民や国民の命よりも経営優先、株主優先というこの九州電力の姿勢も絶対に許すことはできません。私たちは決して諦めません。原発に依存しない社会を作るために全国の皆さんと連携をし、現在原発3、4号機の再稼働阻止に向けて全力で頑張っていきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。国民の皆さんでした。ここで皆様に簡単なお願いをさせてください。お願いをしてくださるのは、総係報道実行委員でいらっしゃいます石山直子さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。急に暑くなって本当に皆さんびっくりしたと思いますけれども、台風が去って本当に良かったと思います。いつものことで大変申し訳ないんですけれども、カンパ袋を持ってこのオレンジのスカーフをつけたカンパスタッフが皆さんのところに回りますので、どうか、遠いところから来てくださっていて大変申し訳ないんですけれども、カンパのご協力をよろしくお願いします。
ただきます。パギアン。大阪行きました。今は台風でやられまして、でも全然晴れてました。なんかミサイルが降ってるとか、台風が来るとか言って、なんかわらわら騒ぎすぎるような気がして、あんまり喋ってる時間がないです。
麗の焼け地獄雨あふれくれ一粒でも降ってくれ簡単でいいよお日様に暮らし
この政府見解を作るきっかけになった当時の国会答弁で、作成者の内閣法制局長官が集団的自衛権は行使はできないと明言をしています。私たちは戦争法を具体化させないこと、廃止を目指して、明日19日国会正門前で集会を開催します。全国で違憲訴訟も展開されています。みんなの力でぜひ戦争法を廃止を勝ち取りましょう。3点目ですが、安倍首相は5月の3日、9条1項2項を伸ばしつつ、自衛隊を明文で書き込む2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと9条改憲法提言を行いました。この改憲案の本質は、憲法違反の戦争法の追認と自衛隊を明記することにより、自衛隊の軍隊化、米国の軍事戦略に基づく海外派兵集団的自衛権行使への踏み出しであり、絶対に許せません。彼らは次の衆議院選挙でもう一回3分の2を勝ち取り、そして次の通常国会で発議をしようとしています。こんなことを皆さん許せますか？絶対許せないでしょう。私たち総掛かり行動実行委員会は、総掛かり行動を超える総掛かり運動ということで、安倍9条改憲の全国市民アクションを立ち上げました。3000万の署名を勝ち取ろう。そして11月の3日には国会を包囲しよう、そういう行動を計画をしています。全国に7000あると言われている9条の会もこの運動に結集をしてくれます。私たちが力を合わせて頑張れば、安倍なんかには絶対負けません。4点目は沖縄の課題です。私の後で山城さんが提起をしてくれてます。沖縄は戦い続けています。安倍が沖縄に基地建設を強行するのは、東京で全国における戦いが弱いからです。そのことの意味を私たちみんな分かってます。今日参加のみんなは分かってます。何とか沖縄に連帯しよう。皆さん方決意を固めつつあると思います。10月の6日に日比谷野音で集会を開催をいたします。ぜひ参加をしてください。5点目ですが、最後です。安倍政権は共謀罪の強行採決、権力の私物化、貧困と格差の深刻化などの悪事を隠すために、自己保身、党員党略で解散総選挙に打って出ようとしています。こんな解散絶対許せません。しかし私たちにとっても、安倍政権の政策を転換させる、そういう意味ではチャンスであります。ぜひ頑張りにしたいと思います。彼らの勝利のための最大の狙いは、民進党、共産党、社民党、自由党の野党の共闘を潰すことです。前回の衆議院選挙でもし野党共闘が実現していれば、単純計算で60の選挙区で与党の候補者が落選します。比例区を足し込みますと、彼らは3分の1など到底勝ち取ることはできません。だから彼らは野党をバラバラにするのが彼らの方針であります。私たちは野党がバラバラになって戦えば自公に勝てるはずがありません。何としてもみんなの力で野党共闘を作り出したいと思います。そしてこんな政権、安倍政権を引きずり下ろしましょう。今日の集会のスローガンは、さようなら原発、さようなら戦争、そしてもう一つ付け加えましょう、さようなら安倍晋三、さようなら安倍晋三。
絶対いたします。最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからですね、終わりまでピーティングを運ぶためにリフォメーションさせてください。ですね、あとでこういうのを配られてますよね、こういうのを。あとでそれを皆さんに掲げていただいて写真を撮りたいんです。でそのためにカメラマンの方、よろしければこちらに上がっていただいて、こういうふうに撮るといいかなと思うので、カメラマンの方は、ご自分のお荷物の都合もあるでしょうから、早めに荷物を整理したりとか、で上がるのは先の階段から上がってこういうふうに登ってこれますので、今日スピーチしてくださった皆さんの方がここに出てくださいます。だからそっちから撮るのがいいか、こっちから撮るのがいいか、判断してご自分なりに動き方を考えておいてください。はい、それではこの方を紹介したいと思います。この方が来てくださいました。沖縄から山島ひろしさんです。はい、大本営の橋中、この代々木公園大会場いっぱいにご参集の皆さん、ご苦労さんです。頑張りましょう。いよいよ雨が我々の国民有権者の追及に収まりまして、特別国会臨時国会総集選の野党の声を逆手に取って解散をするような、逃げるのか。こういうコスプレです。所詮できるのはそれくらいでしょう。安倍、どこまでも追いかけて貴様ただじゃおかんじゃ。レイドさん、怒りを示せるのではないですか。福島県なぜ放射能を取り続けるんだ。東京オリンピックを誘致したら放射能がブロックされたりアンダーコントロールされるという、何を狙ってるんだ。ふざけたこと言うんじゃないわ。お祭りをして放射能が飛ぶなら、そんな世界ならとっくに収まってるはずだから、そういうごまかしで聞かない、この恐怖を言葉でお祭りで吹っ飛ばそうなんて許しがないです。人々の不幸をそういうふうにしか迎えない男に政治を語る資格なんかないのだ。どうぞ皆さん、怒りを持ち続けましょう。怒りを持って彼の今のふざけた政治のありよう、なんとしても止めていこうじゃないですか。拉致問題を解決するといって第一次安倍内閣を発足させ、残念ながらあの拉致家族の皆さんを政治不要のネタに使って朝鮮を叩くだけ叩いて、アメリカの支援に乗っかってミサイルだイージス艦だオスプレイだ、山のような何兆円もするような兵器を買わされて、今また北朝鮮の脅威を煽って憲法を変え、この国を変え、自らの政治の夢を図ろうとしている。安倍の政治の延命のためにこの国を核戦争の餌食にさせないからいかないでしょ。そういう政治が横行し、そういう知恵しか、そういうことしかわからないような男が政治を握っていることの今日の悲劇を、痛みを感じないわけにはいきません。悲しみを感じないわけにはいきません。皆さん、どうぞ衆議院が解散されるように、どうぞ溶けていったらどうじゃないか。野党の皆さん、あの政党は嫌い、この政党は嫌いなこと言わずに、
命と暮らしは私たちのものです。どんなに戦力が獲得をしても再び戦争の国差し出すような命も暮らしも私たちの生活はないのであります。ぜひそのことを伝えるじゃないですか。許しません。今こそ全国で本気になって立ち上がりましょう。雨の顔を叩けるのは我々が潰れる。我々が積もらなければ金が潰れる。政治のこのような緊張を持った日々はそうなかったと思います。身振りがするような戦術と身振りがするような喜びを感じます。今こそではないですか。政治を変えてもきましょう。今こそ立ち上がろう。
までもうこれで、9回に近づいてます。今日は本当に心配しました。台風が来るという情報で心配しましたけど、どうですか皆さん、この秋晴れ全く雨が降ったみたいな晴れした気分です。この空間は完全に雨がいない空間です。安倍などを進めていく空間です。何ですか、彼は北朝鮮のミサイルがくるくるっていう、やるもしなくてもいい地下鉄を止めたり新幹線を止めたり、本当にすごいですね。そして恐怖を与えて支持する、支配する、恐怖政治ですね。恐怖を与えて、そして今度何ですか、解散する。恐怖を与えているうちに解散して政権を泥棒みたいに取ろうとしている。これは稲荷行動なんですよ。稲荷行動ばかりか。なんと彼は全部嘘でやってる。嘘風体を突き続けてやってる暴力政治です。こういう政治を私たちは許してる。本当に残念です。私たちの理性が安倍を許さないところまでまだいけない。そういうふうな意味で私たちの力が足りないことをまだまだ確認しなくちゃいけないというふうに思っています。とにかく安倍政権はミサイルが降ってくるかという形で、なんともうすでに解散して選挙に突っ込もうとしています。これは火事場泥棒なんですよ。火事にし火事だ火事だと言って騒いでいて、政権を自分にしようとしている。こういうペテンシ的な策法を安倍内閣はずっとやっている。9条2項にとにかく自衛隊を入れる、戦力は保持しない、公選権は認めないという、私たちの戦後から守ってきた本当に誇り高い国際平和に対して本当に自信を持って堂々と進んでいる憲法を彼は野党のごとく、そしてその中に自衛隊を、なんと全く矛盾する自衛隊を突っ込んで、そのまま地上を爆破しようとしています。これは稲荷強盗で、こういうことをやっていて許されますか。こういう下手にまみれた、陰謀にまみれた、暴力にまみれた政治をやっている、こういう日本にしてしまったのは安倍じゃないですか。そして安倍を許している投資をした人たちなんですね。それが今みんな僕たちに跳ね返ってこようとしています。原発はこれからとにかく、なんと福島事故の情報人である東電の稼働を認めようとしています。的確であり適合であるという不適切極まりないことを言っている。どこが適合しますか。安全基準に適合して適当だという全く適当なことを言っているわけですよ。こういう規制委員会は何も規制しない規制委員会で、こういう政権と一体化したところが安全基準を作って、そのまま事故があっても責任を取らない、事故がないとは言わないという形で最下層を見せようとしている。最下層というのは何ですか。工場は安全基準が満たされてこそ稼働するわけですね。安全だから稼働する。ところが避難訓練式の工場稼働ってありますか。避難訓練しなければ工場は稼働できない。こういう人権を無視した犠牲者を初めから想定した工場の稼働というのは何回もやるのか。時間がないですね。避難者が発生するのを初めから予想する工場稼働、こういうことを許している。何か儲かるわけじゃないですか。人が死んでも儲かればいいという全く不道徳な政治を安倍政権はやってる。そして戦争でとにかく脅かす、どんどん国の電気を使っていく、こういう本当に腹立たしい。次の選挙はもうすぐ始まります。しかしとにかく選挙には皆さん行きましょう。そして野党共闘をとにかく作って、そしてそういう戦っていく。そしてとにかく大事運動は諦めない、戦争殺害運動は諦めない、原発災害を阻止する運動は諦めない。とにかく長期持久戦で頑張っていきましょう。
を進めていく。とにかく私たちは原発を認めない。人間が進める国にしていく。人間が人間として生きていく。そういうふうな平和な社会を孫や子供たちに残らなきゃいけない。そういう使命です。70でも80でも私たちは頑張らなきゃいけない。とにかく死ぬまで頑張らなきゃいけない。頑張ります。安倍軍も長く戦う。安倍軍はもう一気に終わります。劣化があります。そのために私たちは今以上の運動を広げていく。もっともっと努力しなきゃいけないと思います。今日の方針がそういう沿道の人たちににこやかに明るく働きかけてください。そして一緒に早く来るような運動にしてください。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。山本さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。それではどうぞ、この方の方入っていただいて、出演者の皆様どうぞステージに、CM の箱さんにコールをしていただきます。どうぞ。それでは皆さん、このプラカードの準備はよろしいでしょうか。それでは、プラカードアピールとコールを一緒に行っていきたいと思います。原発反対、原発反対、再稼働反対、再稼働反対、原発反対、原発反対、再稼働反対、再稼働反対、原発止めよう、原発止めよう、みんなで止めよう、みんなで止めよう、we shall overcome the
Thank you.
でしゃべりながらやる。
ところにあるぞ。最後に一つ国民なしゃいけないよ。さよならしてね。